寂しくて切ない一人の夜には言えたい言葉を探して秘密のドアを抜けてきて Here we go, yeah, oh yeah. はい、どうもこんにちは、山本と申します。ウィコレ実況始めていきたいと思います。ということでね、本日はこのマラドーナ先生のね、気がついたらフュージョンアイテムがめちゃめちゃ溜まってたということで、なんとこれいつ動画上がってるか分かりませんがですね、ついに長年使ってきたマラドーナさんがレジェンド枠の圧迫によりメンバーから落ちてしまうという結果になったんです。悲しすぎる。だがしかしね、諦めないでください。このセンスなんですよ、今マラドーナ。これにもしもシュート強化センスだったり金 EP がついたりなんてしたら、絶対にまたスタメンに返り咲けるだろうということで、本日はもうね、あと1年越しになるであろうマラドーナのフュージョングローリー使って、マラドーナ最後のね、あがき最後の強化を、スタメンに残れるか否かの強化をしていきたいと思います。よろしくお願いします。ということでやっていきましょうか。いやだね、新マラドーナ当たらずだったんですけども、何が来るかっていう感じでね、やっていきましょう。さあ、シュート強化が個人的には来てほしいね。シュート強化来たらワンチャンあるからね。お、いいよ。これもう一個上がると熱いんじゃない？違うんだよな。そういうことじゃなくてだね、マラドーナ君。そういうことではないんだ。そうじゃないんだけども。まあ、行きますか。マラドーナ先生。2蹴り目。さあ、これは新しい今年のグローリーを混ぜましたよ。これは来てくれるんじゃないか。はいはい、ちょっとあんまり出てるのはかま、あきつい、メンタルきついよ、もう希望が見えない。いきますか。よし、もう結構サクサクなんでね、サクサクでいくんで、いきます。3本目。さあ、そろそろ金か銀を見たい。うん、いいよ。ここもう一個上がると結構面白いけど、無理だよな。そうなんだよね。はあ。いやー、そうじゃないのよ。そういうことじゃないんだよね。いやー、やっぱセンスむずいな。当たんないね、なかなか。そうだよ、もうだって2、3年持ち続けて、いまだにこのセンスなんだもんな。バレるよな、いかにセンスつけるのが難しいか。はい。じゃあ4体目グローリーカードラストですね、引いていきましょう。さあ、ここを上がる、いいよ。もう一個上がると大きいが、はあ、きついね。はいはいはい、それはもう良くて、マジっすか、厳しいな、やっぱ。いやー、きついね。エクストラか、大本命だね、エクストラ。ここで来ないときついって感じだね。いきますか、エクストラ、エクストラマラドーナ混ぜます。金シュートセンス強化 A、 よろしくお願いします。はい、混ぜちゃいました。
いやどうだマジで。あるよ、シュート強化ある、KEP もある、まあ、ドリブルもあると。ここ上がれば大いに可能性ある。ここだよ、大事なの。いくよ、来た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 、あるあるある、あるよ、ある、シュートある、シュートシュートシュートあるよ。いきます、来い、シュートシュート来い、シュート、あー、まあ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 、ドリブルいいでしょう。はい、あードリブルついた。まあ、実はね、昔ドリブルついたことあったんだけど、その時はまだなんだろうな、タイタンとかもなくてフェスしかなかったから、 EP 同 EP の方がいいみたいな時代で、その時はね捨てちゃったんだよね、ドリブル強化。うわ、これシュートだったらな、シュートだったらまた話変わってきたけどな、マジで。でも一家ドリブルがついただけ。はい、ということで、ナノドーナにドリブル強化がつきました。ありがとうございます。まあね、もしかしたらね、来年もナノドーナあるかもしれないから、その時にこの、来年こそはね、カスタムセンスあったら絶対シューター系。でね、シュート A 強化、マラドーナ来ると思うんで、その時のためにね、ドリブルは必要だと思うんで、取っておきたいと思います。ありがとうございます。いやー、まあ、残念だったけどね。シュート来なかったけど、まあ、ちょっと爆死したベッケンよりはマシかなということで、ほぼ変わってないかね、ベッケンの。はい、ということで、無事ドリブル強化スキルをゲットできました。ありがとうございます。まあまだね、スタメンは多分これじゃ難しいと思うけど、来年こそはね、マラドーナ、来年のマラドーナ多分強いと思うんだよな。今年いまいちみたいになって、不満がめちゃめちゃ溜まっただろうから、ウイコリューザーのそれがコナミに伝わって、来年のマラドーナまた強くなるんじゃないかなと思うので、ぜひぜひ楽しみにしててください。今後のマラドーナにも期待です。ということで、今回の動画はここまでになります。センスガチャはね、だいぶ厳しいですが、頑張っていきたいと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。